お疲れ様です。フェイトグランドオーダーグダグダイベントやってきますと。じゃああれから何回かやって新しく陣地制圧ミッションが達成できましたね。次の仕事の依頼が来たようだ。順番に片付けていくとしよう。帝都の平和は魔人さんが守る。ああ、陣地制圧。あれ？ああ。怪しい場所を見つけたか。気をつけていこう。大丈夫だ、マスター。私がついている。探偵調査築地。これも特に戦闘だけっぽいな。祈りは済ませたか。ですね、戦闘だけっすね。もうここもパーッとやっちゃいます。10年早いよ。いえ、道はいつも険しいものです。現れましたね。つうことなんすけど、まだ次が解放されないっすね。これですね。一番上のやつを達成したら、白の陣地じゃなくて、次の、会話ありき、ありのクエストが解放されますね。白の陣地を合計一つ。これか。銀のノブを20体倒せ。オッケー。とりあえずここかな。一番新しく出たこの、どれだ？探偵調査、調査築地、築地、探偵調査築地を何回かやって、どれだっけ？ここかな？これを解放しようと思います。1回で何体出たっけな？ 4 体くらい出たよね。4回か。さらに4回クリアしなきゃいけない。ここバーってやっていきます。まあ大幅カットで。シキヨロです。はい。あれから何度か築地かな、何回かやってこのミッションナンバー19、銀のノブを20体倒せを達成したんで、やっていきます。海援隊、旗、来た。旗。次の仕事の依頼が来たようだ。順番に片付けていくとしよう。帝都の平和は魔人さんが守る。陣地制圧。え？終わり？だけ？マスターが嬉しいなら私も嬉しい。どんどん集めるとああ。しよ次のクエストが解放ですね。う。お、怪しい場所を見つけたか。気をつけていこう。大丈夫だ、マスター。私がついている。はい。第4節。戦線、レッドラインだっけ？やっていきます。戦闘なし。そうだね、なんか伊蔵さんも一緒に連れてきちゃったんだよね。苦笑い。Thank you.
たぎってやろうがか、なんか違う気もするけどな。委員会、包帯で済むの？めっちゃ舐め回されたんだろうね。唾吐きかけられたか、どっちか。これ最初俺魔書を選んだよね。どうしよう、次ダヴィンチャー行こうか。はーい。あ、マッシュ。今回マッシュは、ちょっと、出番な、薄毛だね。あいつ慣れ慣れしいな。これ前下を選んで、ムーってされたからなぁ。まあね、こうか。こっちだよね。そんな寂しいこと言わないでよ。そこは騙されてきたんだ。あーやばい、騙され始めてる。
俺がいるところが新選組と。なるほど。これ伊蔵さんはもうこっから味方だね。で、もう裏切らないでよ。裏切りというか、うん、多分最後まで味方なんだろうね。あんな感じだけど。で、どっかで龍馬をかばって死んじゃいそうだね。ちょっと、想像しすぎかな。で、土方さんと。はいはいはい。で、あー、またいろいろ、やんなきゃいけないやつか。オッケー、やりますか。はい。はい、これだね。一番上のナンバー4、青の陣地を合計3つ制圧せよ。で、次の話、お話が見れますと。で、1個制圧してるのかな。で、残り2つが、秩序サーバント発揮。誰だっけな、フィンかな。で、魔性を持つ敵を30体。まあ、どっか適当にいるでしょう。をやっていきます。